最初のお題は渋谷のギャル3人組。社長好きだからな。違う。社長の考えたお題ね。社長考えてないから。考えてないから私じゃないから。それではマストワードは、はい、うどん、はい、モロッコ杉田玄白さん。なるほど。モロッコってなんだっけ。国だよ。なるほどね。チャリースチャリースチャリースギャルピー、あちこ到着。てかなんかあのいい時間だしお腹空いて的なとこあるんだけど。てかお前誰。あし初対面だからな。ギャリー。懐かしいね。ギャルのギャリーさん。初めまして。何食べる？何しばく？俺、私うどん行きたいな。うどん。なるほど。行かない？あとなんか最近この辺に駄菓子屋オープンしたらしくて。マジ？それも行ってみたいね。駄菓子屋？レトロでちょっと神秘的だよね。モロッコ。それマジモロッコ。それマジモロッコ。最近何ハマってんの？歴史かな。わかる。それわかる。ぶち上げだよね。徳川家康好き。ああ、織田信長好き。あしやっぱ地図とか見るから杉田玄白。それ地図は地図違う。地図違う。モロッコモロッコ。無知にわか。無知なのが全部わかっちゃった。まるで解体新書杉田玄白。解体新書でした。ケルベロス所属のチミ毛量